綺麗に泣かなくていいっていうのも分かってはいたけど、セーブしながらやっているところがあったのをきっと監督が気づいてくださって声かけてくださったので、すごく自分の中でも思い入れの深いシーンになったなと思います。あの時だよね、監督がこう「よいさあ君はもう辛くてしょうがないよ、もう本当に大人からもう大変なんだ」で最後に「期待してますスタードン!」って言ったよね。そうでしたね。期待してますスタートっていう掛け声だったんですよ。で、うわっと泣くっていう。そうだった。いやもうそれでもう本当にさらになんかもう本当にすごい技だなと思って私。ちょっとパニックになりますけどね。始まる時「期待します」って言われると「ええー!」って言いながらセリフが始まるので、はい、よかったですけど無事にできて。いやあんまり覚えてない。僕もちょっとパニック状態なんです、そういう時は。